アズ山もしくは、アズ連邦は、福島県と一部は、山形県の県境に沿って東西に伸びる、火山群、3階の総称である。最高峰は、西アズ山。日本百名山や美島百名山にも挙げられている。火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために関し、観測体制の充実等の必要がある火山に、選定されている。アズ山は、 福島県福島市西部から一部は、山形県米沢市南部の天元台にかけて、東西およそ2 0トル、南北およそ1 0トルにわたって、標高2 0 0 0ル級の火山が連なる山脈である。福島市街から見て、西側に、東連邦の最東部の東小富士、東阿賀妻山、一彩共山がある。一彩共山と東小富士に囲まれた平坦地が、 浄土平である中央部には東大頂、中東山、最西部には中大頂。東北の山では数少ない2000メートルを超える山があるなど広報で、あるがなだらかな山が多く、特徴に乏しくて、遠くから個々の山を同定するのは難しい。東東火山の火山対地形図東火山は大まかに東アガツ火山群、中東火山群、 西あズマ火山群に分けられる。火山活動は約150万年前から100万年前頃から始まったと考えられるが、それぞれの火山体の形成年代についてはよく分かっていない。カリウムアルゴン年代や地形の侵食の状況から火山活動の中心は西から東に移動してきたと考えられる。西あズマ火山群と中あズマ火山群は 約30万年前頃までに活動をほぼ収束している。東アガツマ火山群は約28万年から10万年前頃に三体崩壊を起こし、浄土平を河口堤とする馬堤系のカルデラを形成した。その後約7000年前から約1000年前までの活動で、東小富士、桶ケ沼、五色沼などの河口が形成された。歴史時代に入ってからの噴火は、 一切共産に限られる。また、江戸時代の火山活動は不明点が多い。山頂部は気候的には高山帯に属するが、風が強く積雪量が多いという厳しい環境であるため、廃末帯が広がり、高山植物が分布している。その周辺には、八重白山シャクナゲの自生地がある。根本クナゲは、白山シャクナゲの花が八重咲きになったもので、 福島県の県下である。東ず山の西の河原北部の約8ヘクタールは自生地として国の天然記念物に指定されている。東連邦を構成する主な峰々を東から記載する。東連邦はほぼ全域がバンダイ、浅彦立公園に含まれている。東北地方南部でも有数の観光地であり、バンダイあず道路と、 第2番台東道路の2本の観光道路があるほか、周辺には白根の温泉や土湯温泉など多数の温泉が湧き出し、特に紅葉やスキーの時期には多数の観光客が訪れる。浄土平は空気が澄んでおり、郊外も少ないことから天体観測の公的地として知られ、福島市の浄土平天文台が置かれている。浄土平から一切共産。 東大板だを経て、西あず山へ重走することも可能であるが、家形山東大転換にて、笹矢部がひどく矢部漕ぎを強いられることがある。中大板だ録にある、天元大高原スキー場のロープウェイトリフトを乗り継いで、標高1850メートルまで到達。そこから稜線までは30分程度。死闘が点在する。 高原湿原を、盆天岩経由で頂上まで1時間程度。家族俳句など初心者向きと言えるが、標高2000メートル級の鉱山であり、相応の装備は必須。東の雪うさぎ番台山の中原より望む、東連邦と、裏番内高原三名、標高なし。ありがとうございます。